はい、皆さんハローハロー、ベコです。お久しぶりです。はい、ということでね、今回は皆さんの愛車紹介をやっていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。はい、ということでね、今回はまとめて3台ご紹介していきたいと思います。それでね、その3台の愛車を所有されているオーナーさんがこちら、はい、前田さんです。前田さん、ありがとうございます。そしてね、遅くなってしまってごめんなさい。はい、ということで、前田さんはずーっとね、多分うちのチャンネル史上一番ね、長く応援してくださってるリスナーさんで、前田さんがねいてくださったおかげで、なんとかうちのチャンネルが、持ってるところもあります。はい、ということで、今回はこちらの前田さんのご紹介をさせていただきます。まずね、前田さんはもうとにかく車やバイクに詳しい方で、過去のねお車はいろいろねチューニングされて楽しんでいて、で愛車遍歴がとんでもないお方なんですよ。はい、ということで、前田さんの1台目のお車をご紹介していきます。せーの、ドンと。はい、来ました。ついに、うちのチャンネルでも三菱車が来ました。はい、こちらの車両は、三菱の、ミニキャブ、ブラボーっていうね、車両になります。こちらの車、スズキのエブリ DA17V と、OEM 車両の、お車になります。はい、過去のね愛車紹介をご覧いただいている方だとお分かりかと思うんですけど、ベコね足回りが結構好きなんですよ。だから最初はね足回りいってみます。せーの、ドンと。はい、ということで結構ねベコね好きなねカスタムなんですよね、前田さんの車。うんで、特にこのホイールこれなんて言ったっけな、ファイナルスピードのイレーザーの14インチっていうところで。うん、かっこいい西色7本スポークで落ち着いた、グレーっぽいねカラーリングになっております。で、前田さんのねおしゃれなところはね落ち着いた、デザインを生かして、ブラックのホイールナットをチョイスされてます。よく見てみるとこれレイズですね。おー、いいなー、これレイズのホイールナットにロックナットを使っていらっしゃいます。おー、これはいいなかっこいいな。ちょっとずれてもらうとこちら、はい、前田さんは三菱が相当お好きな方です。なのでエアバルブの、キャップは三菱のねダイヤモンドのこのロゴを採用してますね。はい、ということで、タイヤは、南関を使用されているっていうことのようですね。はい、なんかね結構ねベコ好きなんですよね。まあ本音言うとね国内ブランドがいいはいいんですけど、ただねこうホイール変えて楽しむ時とか、うん、あとはちょっとねホビーな感じで遊んでいきたいよっていう場合はね難関を使うことはベコ多いです。はい、であとは車高ですね。うん、車高もちょい下げされてますね。うん、RSR のね TI2000 っていうねスプリングを使ってるっていうことで、うん、ベコもね実はこのスプリングいいなーって思ってて、もしうちのねエブリーが上げスタイルじゃなくて下げスタイルだったら RSR のねスプリングをベコも入れたいなーって思ってました。このね RSR のいいところはまあそこまでね大げさに下がるものではないので、一応ね腹下をねする心配がないっていうね前田さんのお話です。はい、なんかね大人なカスタムな感じがしてかっこいいですよね。綺麗にね仕上がってますね。はい、でもちろん電球周りはオール LED 化されてるっていうところで、ヘッドライト、ポジション、テールランプ、バックランプ、ライセンス球、ルームランプ全て LED を採用しているとのことです。はい、はい、ということで今回は前田さんからね3台分の写真を送ってもらっているので、サクサクね進んでいきたいと思います。本当はねもうちょっと細かくお伝えしていきたいんですけど、どんどんね進んでいきます。せーの、ドンと。はい、ということでね、シートカバーこちらすごいですね。かっこいいですね。うんで、こちらのシートカバーのメーカーはクラッチオの、シートカバーを使っているっていう話ですね。はい、クラッチオってクラッチオなんですかね、チオなんですかねごめんなさい、ちょっとねどうでもいい話なんですけど気になりました。クラッチオなんですかねはい、ということでサクサクいきます。せーの、ドンと。はい、ということでまずね、ナビですね、パナソニックの CNRA05WD っていうナビを使われております。そしてね、センターコンソールの、ドリンクの中にある携帯ホルダーですね、こちらドンと。これね、前田さんから去年教えてもらったのかな。これね、聞いた時こういうのもあるんだって思ったんですけど、これ実は、アマチュア無線メーカーの作っている車用無線機ホルダーっていうところで、どうやらね、前田さんは無線も、趣味でやられてるっていうお話で、そういったね、アマチュア無線のメーカーのものを流用してるってことで、とてもね、面白いですよね。うん、普通に車好きの方じゃわからないようなアイテムも、使ってるっていうところで、かなりね、参考になりますよね。うんでしかもしっかりね、四角いパックのねドリンクが入るドリンクホルダーにね、綺麗に収められてていいですよね。それじゃあね、次は足元のところを見ていきましょう。せーの、ドンと。はい、ということで来ました、ベコもね、以前ご紹介させていただいたエブリィワゴン用の、ポケットを、バンに装着していますということで、これね、結構ね、簡単にエブリィワゴンのパーツをね汎用してつけることができるので、こちらのポケットね、おすすめです。特にいろいろ物が入るっていうわけではないんですけど、ちょっとしたね小物とかを入れておく分にはいいのかなって思います。過去にベコのチャンネルでもこれを取り付けてる動画もありますので、ぜひねそちらの方もチェックしていただければ幸いです。はい、それじゃあね、次の画像いきます。せーの、ドンと。はい、ということでこの画像を見ただけで分かる方いらっしゃいます？これね、結構つけられてる方多くいらっしゃって、実際ベコもいいなと思ってずっとねつけてない状態だったんですけど、こちら時間調整タイプの間欠ワイパースイッチっていうものをね、装着されてます。これ実はノーマルの外観なんですけど、今回のねお車の車両のグレードには標準装備されてないワイパースイッチなんですよね。でバンに乗られてる方はどうしてもね、ちょっとそのワイパーのスピードが嫌だっていう方が多くいらっしゃいまして、このね純正で出しているワイパースイッチがそのままね移植ができるっていうことでカスタムされてる方多くいらっしゃいます。実際に前田さん以外にもベコのチャンネルのリスナーさんはつけてる方多いですね。それじゃあね、セカンドシートに回っていきたいと思います。せーの、ドンと。はい、ということでセカンドシートもクラッチ用のカバーを使っています。このヘッドレストについてるクッション良さそうですね。でやっぱりブラボーのグレードなんで、うちのエブリィの PC リミテッドと違ってセカンドシートがねしっかり常用タイプになってるから羨ましいですね。乗用車乗られてる方は当たり前だと思うんですけど、でね足元見てみるとサイドステップのところだったり、あとはねフロアマットだったり、かなりねクッション性高そうなマットを使っています。そしたら次はナゲッジルーム、荷室の方に回っていきたいと思います。せーの、ドンと。はい、来ましたまず一番最初に目についたのがこちら。はい、三菱のこれなんだろう、折りコンっていうのかな、折りたたみコンテナ、台と小のサイズが置いてあります。さすが三菱好きの前田さんですね。荷物を積むのにもいいですし、耐久性もしっかりありますし、でさらにねこのコンテナボックス折りたためるので場所を取らないっていうところでかなりね使えるんですよね。で上に板を置けば簡易テーブル代わりとしても使えますし、これはね車中泊だったりキャンプだったり、そういった時アウトドアに使えるものですよね。それじゃあちょっとね天井行きましょうか。せーの、ドンと。はい、ということでこちらはカーウェイトのサイドバーですね。はいであとこのサイドバーにネットがかかってるのも、これもカーウェイトのねトランクネットっていうことで、それじゃあねサイドバーに引っかかってるものを見ていきましょうか。まずこれつり革ですね。はいで右側行くとキャップがついてますね。でもう一つこの緑のやつなんだろうな、なんかちょっと網っぽい感じなんですかね。前田さんこれ何ですか何に使うものなんだろう。ちょっとねこれ気になるところですね。ぜひね前田さんこちらの緑のネットを何に使うのかコメントくださったら嬉しいです。はいで最後の方を見てみるといろんなね、シール、マグネットですね、このねムーンアイズの大きいねロゴは実はねベコも持ってるんですよ。どっかあったっけな、よいしょ、あった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 、はい、よいしょっと。ということでベコもねこのねマグネットのねロゴのやつ持ってるんですよねこれね結構可愛いですよね。エブリィとかね、まあブラボーだったり、まあ、バンのお車乗られてる方はご承知だと思うんですけど、鉄板がねむき出しなんでこういうところにベターっとね、つけることができるんですよね。はい、こんな感じでねいろいろね、アレンジすると意外とね面白いんですよね。はい、そしてねラゲッジルームかなり、暗いですよね。この理由がリア5面12345面の、フィルムを貼られてるということで結構ね、暗めのフィルム使ってますね。それじゃあね、続いて2台目のご紹介をさせていただきます。ブラボーのね後ろのガラスからちらっとね見えたこちら、はい、このフォルム皆さん何だか分かります？それじゃあね、正解いきます。せーのドンとはい来ました、またもや三菱車のデリカ D5、ディーゼルですね。ついにねデリカ D5 までね登場しました。いやー嬉しいなー、しかもねこのね型のデリカ D5 ベコもめちゃくちゃ大好きです。はい、ただねちょっとエブリィまでは詳しくないのでさらっとねご説明させてください。まずねデリカって言えば皆さんご周知だと思うんですけど、こちらただのミニバンではありません。もはやもう超越したミニバンといっても過言ではないと思います。はい、なんで超越したミニバンかっていうと、世界でもねこれ結構珍しい SUV 黒缶タイプのミニバンっていうことで唯一無二のジャンルのお車になります。いやーデリカ D5 を選ぶ方っていうのは大体ね車めちゃくちゃ詳しい方か変態の方かどちらかなんですよ。はい、で前田さんに関しては、両方とも持ってる方です。はい、もちろんいい意味ですよ。はい、デリカ D5 の足回りを見ていきます。せーのドンとかっこいいかっこいいな。はい、ということでねホイールは有名なレイズっていうねホイールメーカーを使用されております。タイヤよく見てみると、これもいいな、レイズにこのタイヤめちゃくちゃかっこいいな。タイヤはね BF グッドリッチのオールテレーンを使われております。でねあえてね21570の扁平にすることによってSUV のこのゴツゴツ感がね伝わってきますよね。SUV だったり黒缶乗られてる方ってホイールをあえて小さいねインチにしてタイヤの扁平厚みを分厚くしてこのね悪路をどんどんね進んでいくようなこのゴリゴリマッチョな感じのねタイヤをつけられることが多いんですけど、やっぱりこのね定番のスタイルっていうのがめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、それじゃあねお尻周り見ていきます。せーのドンといいなぁ、一番ね最初に目につくカリスのマットフラップ、いやーいいなぁ、足回りかっこいいなぁレイズのホイールにグッドリッチのタイヤ、オールテレーンにカリスのマットフラップ、いやーバシッと決まってますね。SUV 系のお車が好きな方はこういうね足回りにしたい方多いんじゃないですかね。いいな。それじゃあねデリカ D5 もうちょっと語りたいんですけどこの辺にしといて最後の、車両に行きます。せーのドンときたー、もうこれもうベコ一番大好き。はい、ということで、こちら、川崎の KSR プロ110のモデルになります。はい、前田さん、まずブラボー、デリカ D5 KSR ということで夢の10輪生活ですね。はい、うわーもうこういうの見ちゃうと欲しくなっちゃうよね川崎のね KSR プロって知らない方多いと思うんですけど、特にね、うちのチャンネルのリスナーさんの中で、バイクまで大好物だよっていう方はかなり少ないと思うんですけど、これ結構豪華な装備がついてて、まず空冷単気筒ではあるんですが、ホーストで SOHC、 これ足回りがね素敵ですよね。前後ディスクブレーキに倒立フォーク、そしてアルミキャストっていうところで 110cc 前後ぐらいの排気量のジャンルのバイクの中ではめちゃくちゃね足回りが豪華ということで、比較的ね、タイヤも太いの履かせてますね。多分これは純正だと思うんですけど、他にもねマフラーだったり、三つ股カバーだったり、これフェンダーも多分下げてるんじゃないかな。でさらにねアンダーカウルもつけていて、ショックも多分変えてるんじゃないかな。いろいろねカスタムされている様子がうかがえますと。はい、でもこれ一番危ないのが排気量が低めのミニモタードだったり4ミニっていうねジャンルのバイクに手を出してしまうと本当に沼なんですよ。もう限りなく底がない沼のような感じで永遠とバイクをいじられるみたいな、そんな感じなんですよね。でベコも手出したいんですけど、限りなくね底がない沼なので手が出せないんですよね。これはめちゃくちゃ羨ましいな。これねガレージとかでねしまって、で土日の午前中からねコソコソっとでいじりたいですよね。例えばねミニモタードってどんなジャンルかに例えると、車でいうところのジムニーをオンロードスポーツにさせたような、そんな感じかな。いやーでもちょっと違うかな、ジムニーに例えるとちょっと違うかな。皆さんねなんかいい例えありますかね。はい、ということでね今回は前田さんの愛車をババッと3台ご紹介させていただきました。前田さんのねこう愛車を3台見てみると面白くて、デリカ D5 はミニバンだけどオフロードも強いで、さらに KSR はオフロードベースの車両なのにオンロードに強いっていうね、この感じがね前田さんの車好きバイク好き感が強くね伝わってきました。前田さん今回愛車の写真を送ってくださってありがとうございました。まだまだね皆さんの愛車自慢の写真を応募しております。よろしければ下の動画の説明欄のところに応募フォーム貼っておきますので、ぜひねそちらもチェックの方お願いいたします。はい、ということで今回の前田さんのねお車いいねって思っていただいた方はぜひねいいねボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺でバイバイ。